それでは、ゼロスーツサムス対策を解説したいと思います。私、大福と申します。よろしくお願いいたします。でね、なんでこの画面とオンラインバトルの画面っていう人はいるかもしれませんけども、なんか、大福さん VIP なんですかって言われるんで、一応 VIP っていうことは示そうかなと思って。で、まあこれ、一応 VIP です。そんなに今戦闘力高くないんですけど、まあね、というのもクラウドを VIP に入れたので、立ち回りが超クラウドのプリンをしているっていうところがあります。でね、ではゼロスーツ対策の方行ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ゼロスーツサムス対策なんですけども、私今作、ゼロスーツサムス、多分初めてに近い。よろしくお願いします。まあ対策するんだったら一回やってみようぜということで、ちょっと試しにやってみますね。どんなもんなのかな、ゼロスーツサムスって。なんか、操作感は、結構、まあ今操作してる感じは使いやすいけどな。どうなんだろうな。不均だと。なんだこれ、勝ててるよって言ってるのかな。さあ、多分ね、強いのはね、クーエルだと思うんだよな。勝者になってない。やば。復帰力はね、多分ないと思う。よいしょ。初操作のゼロサムで勝てるのか。なかなか難しいな。結構難しいよね。お、強い。これ強い。わからんな、戦い方が。あー、やば。いや、そっち超現れてる。もう一回やろうぜ、もう一回。横スマ弱った。弱いな、横スマ。さあ、初めてゼロサムを使ってみてますけども、VIP の奴らに超かられてます。勝てるわけねえよな、この戦闘力で。VIP 目前みたいな戦闘力帯の奴らばっかり当たってんだけど。なんでこれ、そういう仕様かな。いや、横スマ踏んだらダメなの、こいつ。おっ、はっ、こんな感じか。よいしょー。いや、しようは DA。DA ぐらいバースト、バースト力持たしてくれ。よいしょー。めっちゃ遅かったね、今。反射神経が遅い。ん？倒すの死んだよ。弱いし、アルセーヌ出勤しちゃった。あ、終わった。危ねえ。使い慣れていないようだな。いただきた。よいしょ。いいね。いいね。さあ、無事一勝できるのか。おっしゃー、勝ったー。よし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 。まあ、とりあえずオンライン対戦3戦目にして、今のやつ戦闘力なんぼ？まあ500万か。まあこんなもんだね。まあ3戦目にしてとりあえず600万台に上がったってとこですけど、まあたまたまですね。割となんか立ち回りが早いキャラなのかなっていうところなんですけども、じゃあなんでわざわざこんなことしてるのかっていうところを一回伝えたいなと。ではね、先ほどね、ゼロサムでオンライン3戦潜って、1勝2敗って感じかな。触ったことほとんどなかったんで、まあなんか心配だったんですけど、なんとかまあ1勝できてよかったなと思ってます。で、ゼロサム対策なんですけども、ちょ、俺の100倍強いや。ゼロサム対策なんですけど、まあさっきのなんでわざわざコンピューター使っていいかとか、コンピューターじゃない。なんでさっきのわざわざ何が言いたのかとかっていうところなんですけども、まあ、一回使ってみたらどうですかっていうところはありますね。対策で、一番やっぱ、クラウドを VIP に入れてすごく思ったんですけども、やっぱり、ってのは使うのがいいなっていうふうに思います。自分で使ってみて、で、何が強いのかな。例えば、ゼロサムでいくと、つかみっていうのはかなり弱いんですよ。だから、ガード、あ、ミスだ。だから、ガードを通してやると、結構、今、勝者が入らんかった。もう一回やり直させて。もう一回やり直させて。もう一回やり直させて。よし。で、ね、ゼロサムで行くと結構なんかなんかつかみがやりにくいので、ガードはすべきですよね。基本ガードを中心の立ち回りすべきですよね。っていうことが分かったり、だから一回やっぱ苦手なキャラっていうのは自分で使ってみるっていうのはいいかなっていうふうに思います。で、で、じゃあプリンチャンでの対策なんですけども、まあ一気やられちゃいましたけど、基本ゼロサムは、こう、サイドチェンジをしたがると思います。サイドチェンジをしたがる。こんな感じね。こんな感じ。下 B で、ね、機動力が高いように、下 B がかなり、
ノーリスクに近い状態で出せるので、ノーリスクではないんですけど、ね、眠る当てられるんですけどね、一回なんか眠る当てた動画出してると思うんで、まあそれを見てわかるように。で、こうサイドチェンジをして、ステージ内を向く、そんな立ち回りを多分よくしてくるんですよ。ステージ内を向いて、横 B か、もしくは B 技を出してくる。その立ち回りをしていくんですよね。ということは、じゃああとはどうしたらいいかっていうのはサイドチェンジに対応していけばいいんですよね。だから立ち回りとして相手が行く方にのステージの外側にいれば割となんかいいかなっていうところがある。もしくはサイドチェンジをした先に受ける攻撃はちゃんと読んでおくみたいな、そんな立ち回りが。で、あと復帰力がすごく弱そうなので復帰阻止は効くと。で、バースト拒否が大事だなって思います。で、バースト拒否大事って言っときながら空母当たっちゃったね。空母と結構当てたためのもんだ。で、結構どの技も速くはないんで、こんな感じで落ち着いてね、やっていけばいいかなと思います。基礎値は悪くないから。気力が、ね、投げの後隙がね、でかい。だから、ガードを固めて、アタックフィニッシュ。まあ、ガードを固めて、割と、で、相手が投げてきたところをうまく反撃をしてやるのがすごくいい立ち回りになるかなと思います。もう一戦いきますか。さあ、では、さっきのね、対戦を生かして、もう一回戦っていきますか。で、今回わざとこういう風に、やって、こういう風な作りにしていて、で、なぜかっていうと、自分で、こう、対策をしていく、そういう風な思考のプロセスを勉強してほしいなっていう風に思って、わざわざこういう自分で使ってみてってところから、やっておりますと。で、ゼロサムさん対策ですけども、後隙が多い攻撃が今みたいに、後隙が多い攻撃が多いので、結構チャンスが多いかなっていうので、我慢する。ガードとかで結構我慢。引いて我慢。で、サイドチェンジも、おやすみ。あ、なんか。で、よくサイドチェンジもしてくるので、多分ね、こういうの。そしたらむずいな。で、攻めてんの、今。今相手の攻撃、相手の攻めに乗じてこっちも攻めなきゃっていう風になってしまったところが強いので、今絶対復帰すべきところ。で、後隙が多い攻撃が多くて、で、前に強いな、ゼロ様は多分。そう。前にすごい強い。横 B と、B と、で、あと、投げが完全に前なんで、で、前にすごく強い。で、前が、しかも、ただ強いけど、後隙が強い攻撃が多いので、それをしっかりガードしてやるのが大切。で、前の攻撃をケアしつつ、こんな感じでガーキャンクーエンとかで反撃していこう。で、溜めると。で、最後、ま、今のはしゃあない。一気余裕があるんで。横 B がとか、そういう風な、後隙の多い攻撃を、おそらく下 B の後とかでしてくるかなっていうところで、そこを、打たるとかで、ま、しゃあない。狙いがバレる。こういうところを歌っていくっていう方法を決めたいんだけど、完全にバレてた。完全にバレてた。まあ、しかない。で、着地隙を取られてるっていうところあるけど、その歌うフィニッシュが有効っていうところをできれば示したいと思っております。地上、今のとかね。投げの後とかね。投げ。もっと奥に入る。ステップが強いからあんまり歌うは入れちゃダメなのかな。なんか、おしゃ。まあ、とりあえず、また一個学びがありましてね。ステップが深いので、ああいうところで語尾確実にやってくるって分かるときじゃないと、お願い歌うのが聞きにくいと。また一個学びがありましてね。もう一回いきますか。さあ、だいぶ分かってきましたね、ゼロサムさん。さあ、さっきは、歌うで決められると思ったけども、なかなか決められないっていうことがすごく分かっちゃいました。で、じゃあどうするのかってところですね。さあ、どこでバーストしていくのか。で、まず相手の攻撃をうまくかわす。距離はちゃんと取る。で、こっちから攻めすぎると引いて、相手は前への攻撃が強いので、引かれる。絶対引かれるんで、思いっきり奥を狙うか、もしくは引きをわざと、分かってんだよ。で、飛んでるうちは転がってもいい。で、地上にいるときは結構横とかで来るんで、上ね。復帰阻止は上からで、クエの置いてやる。で、これはミスってもいい。ク
空母、あ、空母で決めた。あ、まあいいや。で、復帰、復帰阻止、よいしょ、よし、1回しかできないね、下火、よし。で、上復帰を空上のか空前で借りましょう、ファーストは。それでいこう。で、もう1個で、基本的にこう、相手に離れて我慢、我慢、我慢、基本的には我慢で、投げは仕方がない、もう投げは仕方がないんで、投げはもう相手もできあんまり多分使いたくないんで、で、もうコンピューターなんでバンバン使ってくるけど、おそらくオンラインでは結構投げは少なめになると信じたい。よいしょ。で、上行きまして、で、こうなって、ちょっと生きてほしい、まだまだやりたい、欲しいね。で、いいパーセントになってきた、阻止はいかずに、で、さっきの仮説を試したい。で、正面にいるとき、で、あんまり飛んでるときの着地突きを狙うというよりも、こういった形でやった方がいい。こういった形で、もう、ガムチュアを確実に来ると分かっているところで、ここは、多分いろいろベク編ができちゃうんで、ベク編ができちゃうんで、下 B で飛ばれて、ベク編ができると、ここ、こんな感じでね、後隙を歌うで、勝っていくって形がいいかなと思います。では、ゼロスサムスさん対策ですね。まあ、雑多になりましたけど、思考のプロセスとかも含めて、ぜひ対策していただけたらなと思います。では、終わりです。おやすみなさい。